パウル・シュピーゲルパウル・シュピーゲル、1937年12月31日から2006年4月30日は、ドイツのジャーナリスト。ドイツのドイツユダヤ人中央評議会の議長を務めた。ベスト・ファーレンのフェアスモルと生まれ、ナチスの台頭に伴い、ユダヤ人である一家は、近くの農村に陰性する。さらに1938年の、水晶の夜の後、一家で、 ブリュッセルに移る。自身は、ある農家に隠れて、難を逃れたが、姉妹のローザは逮捕され、後に、ベルゲンベルゼン強制収容所で死去。父も逮捕され、ブーヘンバルト強制収容所、アウシュビッツビルケナウ強制収容所、ダッハウ強制収容所などに収容されたが生き残り、シュピーゲルと母は、戦後になって、父と再会できた。第二次世界大戦の終結後、 一家はドイツの故郷に戻る。父はそこでシナゴーグを再建した。1958年からデュッセルドルフの新聞、ユダヤ週刊新聞でボランティアとして働き始める。1965年まで同社に編集者として勤務。その他、モントリオール、アムステルダム、バーゼルのユダヤ人向け新聞社やドルトムーンとデュッセルドルフの一般紙で働く。 1973年から1974年、モードと住宅市の編集長。その後、12年間にわたり、ライン貯蓄銀行協会会長を務める。1986年に、芸術、メディアのエージェンシーを設立。1991年から WDR のコモニー員1967年に、 デュッセルドルフのユダヤ人コミュニティの評議会員に就任。1978年に執行部会員、1984年から2002年まで議長を務めた。1989年にドイツユダヤ人中央評議会指導部会に入り、1989年から2000年までドイツユダヤ人福祉部会長。1993年から ドイツユダヤ人中央評議会執行部副議長。1995年にノルトベストファー練習のユダヤ人コミュニティの代表。2000年1月9日、イグナツ・ブービスの公認としてドイツユダヤ人評議会議長に就任。議長として2003年1月にドイツ政府とユダヤ人中央評議会の間で結ばれた協約に調印。また、 ドイツ国内に建設されたシナゴーグの開所式に、初めて、イスラエル大統領の3列を実現した。1964年に、ギゼレ・シュパッツと結婚し、辞書を設けた。2006年3月、心臓発作を起こした上肺炎を併発し、昏睡状態に陥った後、4月30日朝に死去。デュッセルドルフ北墓地に埋葬された。ありがとうございます。